3人のチームもう1回入って今の今のフェンスの子そう今困ったよねボールもらってサンキューディフェンスきてディフェンスがさ多分すごくこのディフェンスがすごく上手くてインナーに入ってめっちゃインナーにまっすぐ潰しに来たんだそしたらどうしたらいいずれてなかったらピボットみんなどうするちょっと考えて っていうかねみんなちょっと真面目ルールは正しく破ればいいさかん考えてみんなええ今日ずっとツードリやってんじゃんスリーポイントでボールキャッチしてもツードリで染められるんだ,だできればツードリのレイアップシュートしたいんだよズレなかったらどうしたらいいと思うどうしたらいい ディフェンスがずれてなかったらどうしたらいいフェイクかフェイクはどうしてやるどうそうでしょディフェンスをずらすのはフェイクだけもっとないみんなさずっとここでもらってんじゃん別にずれてもらえばよくない例えばまっすぐインんなに来るんだったらパスゆっくりパスしてゆっくりパスしてねあごめん俺ゆっくりパスしてまっすぐ来るんだったらこっちずれればよこって。だし 本当、中途半端にずれれば行こうって。もらい方。だからシフトってやれば、このままこってやるんじゃなくて、例えばボールもらった時に、ワンステップ入れてシフトするとか、ポンポンっていうシフトをするとか、これがやっていけば、おそらくシュートをしたい時でも、もっとスイーポン外からボール来た時に、こいうシュートを打てるし、それだし、ワンステップ入れて、ミートしてこのままドライブもできる。だからもらう時に左右にちょっとずれてごらん。 ずれてなかったら、オッケー、フェイクの前にやる、オッケー、はい、もう一回いこう。あと二分、お願い。